があれば国民の命は守れるんだとか、もう本当って話ですよ。 NHK の集金人見たら一番わかるでしょ。弱いところ攻めてきますよね。 NHK の集金人が豪華なマンションでオートロックが2つも3つもあるところに行って、ピンポン NHK です、受信料払ってくださいって、やりますか。やりませんよね。ボロアパートで私の家生活が苦しいんですと言えば言うほど攻めるんですよ。つまりずるい相手は弱い相手を攻める、当たり前のことじゃないですか。ウクライナがそうでしょ。核兵器を手放したら結局は攻められる、核保有国に攻められる、こういったことも含めてね、綺麗事言っちゃダメなんですよ。強くならないと大切なものは守れません。軍事力があって初めて外交ができるんですよ。